晴らしいライジングでしたね。ライジングの加藤さん、まあ今非常にライジング加藤さんか、ライジング加藤やっぱりね、加藤コーチといえばライジングのスペシャリストなんで、で今日はですね、バックハンドのライジングのヒント解説してください。わかりました。ライジングが使えると、まず下がらないでこう長いボールを打てる、あとは時間が早くなるんで、相手が戻る前に早いタイムでダダンと早く返せる、そしてやっぱ力が入りやすい打点で打てるのでミスが減る、この3つがいいところだと思います。この動画を見ることでライジングが少しポイントつかめると思います。はい、打ち方のポイントとしては、低いところで打つことが多いので、小さいテイクバックと、あとは体を早く横に向けてもらって、フットワーク。できるだけボールのバウンドしたすぐを取りたいんで、バウンドする近くにしっかり足を出してもらって、でバウンドすぐを畳むと早いタイムで捉えています。で、手の使い方としては、手首固定してもらってインパクト、その後は少しこうラケット面残してあげるとすごいコースが安定するんで、あんまりこうトップスピードにこうヘッドを効かせるっていうよりはヘッドを逆に残して面を安定させて振っていくという感じですね。はい、今見てもらった通りですね、ちょっとコンパクトにしてバウンドしすぐを捉えていくと、リズム的にはタタンっていう、こう早いタイムで合わせてあげると自分が変えるので、足を先出してバウンドしすぐを面作って捉えてあげましょう。で面自体はそんなに変えないで、このまま振り出していけば十分返っちゃうんで、もう当たったらもう球飛んでってるんで、あまりこう振り回すというよりは面でしっかり捉えて返すというイメージで打ってください。はい。ああ、最高のカレーの味が。これはうまい。